皆さんこんにちは。鎌倉に住んでいる招き猫のミケです。今回ご紹介するお寺は、源頼朝が軍議を開いたというお寺。そしてなんと妖怪さんがご本尊という異色のお寺、大行寺です。早速訪れてみましょう。大行寺は JR 鎌倉駅、西口から歩いて3分。JR 鎌倉駅西口を出て、ロータリーをまっすぐ渡ります。道の右側を進むと、大行寺は横断歩道を渡った正面です。近代的なビルとビルの間に挟まれています。大行寺は日蓮宗、三号は長慶山、御女様の名で親しまれ安産祈願で有名なお寺です。山門横に源頼朝軍議跡の碑があります。このお寺は元は鎌倉の東の端、十二層の梶原景時の屋敷の中にあり、大行寺という真言宗のお寺でした。源頼朝はここで軍議を開き、戦に大勝利しました。そのため名前の行の字を若宮という字に変えて大行寺とし、若宮王子の現在の場所に移し、以後祈願所として厚く保護しました。しかし実際ここに移築されたのは鎌倉時代末期の1320年、頼朝が亡くなってから120年後のようで、そのいきさつは謎です。では境内に入りましょう。ここに移築された時にもう一つ大きな変化が起きます。時の住職が近くの祇園山の妙本寺にいた日蓮さんに感化され、日蓮宗のお寺に改修します。そのため日蓮の弟子となった日朝さんが開祖ということになっています。大行寺は鎌倉駅前ビルに挟まれていますが、山門をくぐると四季の花々が咲く参道があります。ビルの谷間のオアシスのようです。冬から春にかけて様々な品種の椿の花が楽しめます。1月には白梅も見られます。参道は本堂横を抜けて回り込むような形で本堂の正面に出ます。本堂は山門に対して後ろを向いています。実は大行寺の正面は小町王子側にあります。鎌倉時代には防衛上の理由で若宮王子側に門を構えることは禁じられていたので、この辺りのお寺の正面は全て若宮王子に背を向けているんです。こちらが小町王子側の入り口です。この通りは北条屋敷があるなど、義時の時代までは鎌倉の目抜き通り、メインストリートでした。現在は閑静な細い通りで、大行寺の石碑があり、参拝者用の駐車場もこちらにあります。ですので本来は小町王子側の入り口から入るのが正式です。こちらの門から入るとすぐに手水鉢があります。参拝の順序としては、まずここで手をお清めします。改めまして本堂です。本堂はたびたびの火災で焼失し、現在のものは昭和6年に建てられたものです。本堂内は天井絵が鮮やかで綺麗です。日蓮宗では一般的に文字で表現した大曼荼羅をご本尊とします。しかし大行寺のご本尊はなんと異色の産女という妖怪です。
妖怪うぶめは日本各地に伝わる妖怪です。血に染まった腰巻きをして赤子を抱いている姿で人を追いかけ、赤子を抱かせると自分は成仏しますが、抱いた人は赤子に喉を噛まれると伝えられています。昔封建時代は家の存続が重視され、それを果たせずに死んだ妊婦は地の池地獄に落ちると信じられていた悲しい時代の妖怪です。戦国時代のお話です。大行寺の第五代目住職日東さんがある日、日課の妙本寺詣に向かっているところ、途中の滑川にかかる恵比寿堂橋の河原で女の人影を見かけます。その人は青い顔で乱れた髪、痩せ細った赤ちゃんを抱え、着物は血まみれ、とてもこの世のものと思われない姿です。あなたはどこのどなたですか？なぜこのようなところにいるのですか？と問いかけると、私は大倉に住む秋山影湯の妻です。数日前、難産のためにこの世を離れました。今死での旅で迷っております。悲しみが炎のように揺らめいて消すことができません。我が子はただ父にすがって泣くばかり。誰が悪いわけでもありません。ただただ自分の身を恨み苦しむことしかできません。日東さんは少し考えた後、生死の縛を解き、病や災いの苦しみを離れるという法華経を唱えましょう。仏を信じ疑う心を持たなければ地獄に落ちることはありません。一念に信じてお聞きください。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。女の人は静かに涙を流しながら頬を垂れて聞き入っていました。やがて朝日が差し込むと女の人の姿は消えていました。それから数日後、日東さんのもとに美しい女の人が現れました。ありがたいお経の力で苦しみから逃れることができました。私は難産で命を落としましたが、これからはお産をする女の人を助けたいと思います。塔を建て、お産で苦しむ人を救ってください。あなたの言われた通り、宝塔を建立いたしましょう。子を産む方の守護となるよう、あなたを産め霊神として祭り、生まれてきた赤子を福子霊神としてお祭りしましょう。と伝えました。産め霊神となった女の人は満面に喜びをたたえて去っていきました。それから今に至るまで産め霊神への祈りは途絶えることなく、安産の神様として信仰されています。長い信仰の中で大梅様が人々の口に伝わるうちに、もっと呼びやすい御梅様に変わりました。本堂に向かって左脇に産梅霊神福子霊神の供養塔があります。また地方として産梅霊神の神骨を収めたといわれる水晶の御輪塔があります。現在は知る人ぞ知る鎌倉の安産祈願の強力なパワースポットとなっているのです。なんとこのお寺は檀家さんがありません。安産祈願の祈願とお礼のお心づけのみで成り立っているという個性的なお寺です。ではご由緒も分かったので、妊婦さんの安産祈願としてお参りしましょう。本堂にお参りしたら脇の栗に進みます。稲の日、特に大安の稲の日はお参りに来る人で山門まで長蛇の列ができるほどです。栗には安産腹帯守り授与所の看板があります。
ここで安産お守りのセットがいただけます。お守りをいただくときは名前と出産予定日を記帳します。すると予定日の月末まで毎朝ご住職が祈祷していただけるそうです。お守りセットの中には各種お守りが入っています。奇妙符にはお祈りの込められている米粒が入っていますが、その米の包みが白い兜なら生まれてくる子は男の子、赤い金魚なら女の子という占いもあり、開くのがちょっとドキドキで楽しみです。いかがでしたでしょうか。大行事は頼朝の軍議跡という歴史の舞台でもあり、また珍しい御女様という妖怪出身の霊神を祀る日本でも珍しいお寺でした。あなたも御女様の広い慈愛と日本古来の超自然の神秘的な世界に触れにぜひ訪れてみてくださいね。ではまた次のお寺社でお会いしましょう。よろしければいいね、登録お願いしますね。